ホーエンド・エランゲンブルク公、エルンスト2世、エルンスト2世と、妻アレグザンドラ、1900年頃、エルンスト2世、ー,ホーエンド・エランゲンブルクは、ドイツのシュタンデズヘル、政治家。ホーエンド・エランゲンブルク公、ザクセンコーブルク豪他公国摂政を務めた。全名は、エルンストビルヘルムフリードリヒカールマクシミリアン。方遠道エランゲンブルク公ヘルマンとその妻で、バーデン ビルヘルムの娘であるレオポルディーネの間の長男として生まれた。カール・スルウェでアビトゥーア資格を取得後、パリ、ボン、チュービンゲン及びライプツヒで法学を学び、1885年にナウムブルクでの国家司法試験第一次試験に合格すると法学の勉強を終えた。1886年からはベルリンのリヒター・フェルデクの官僚養成学校で学んだ。 1891年に外務国家試験に合格して外交官となり、1894年までサンクトペテルブルクやロンドンのドイツ大使館で初期官として務めた。その後は父が総督を務めるエルザス・ロートリンゲン地方の首都シュトラスブルクで働いたり、将来的にビュルテンベルク王国貴族院議員となるための準備をしていた。 1896年4月20日に、コーブルクのエーレンブルク城において、ザクセンコーブルクゴー太公及び、エディンバラ公爵、アルフレッドの娘で、イギリスのビクトリア女王の孫娘の一人である、アレグザンドラと結婚した。1900年に、岐阜のアルフレッドが死ぬと、そのおいで未成年のオールバニ公爵、チャールズ・エドワードが、ザクセンコーブルクゴー太公国の統治者となった。 カール・エドワルトが成人する1905年まで、前公爵の娘婿であるエルンストが、同校国の摂政を務めた。その後、エルンストは何度か挫折を味わいながらも、ドイツ外務省植民地局局長、ドイツ帝国議会議員、帝国議会副議長と、ドイツ政界を舞台に活躍した。1913年には、ランゲンブルク公家の課長位を継ぎ、それと同時に、 ビュルテンベルク王国貴族院議員を1918年のドイツ革命まで務めた。第一次世界大戦中は特殊看護兵団を率いたほか、東部戦線におけるドイツ政府の施設団長、ドイツ政府特別委員、軍視察官を務めた。さらに、1915年にはバルカン半島の問題について話し合うため特別施設としてコンスタンティノープルに派遣されている。 第一次大戦後、ランゲンブルク交付祭は、詩人として暮らした。ナチ党の権力掌握後、エルンストは1936年4月1日に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。晩年は、地元の福音派協会系の諸団体の名誉団長職などを務めた。1950年にランゲンブルクで死去した。ありがとうございます。